明日いよいよミズメリング品川安らぎ亭2017オープニングで、この安らぎ亭でサンセットカフェっていうカフェを始めて10年、今年で11年目なんですけど、今年は来年、再来年、2019年ですか、開港150周年ということで、港のにぎわいを作ろうということで、このほとりで、こんな素晴らしい会に恵まれたことを、本当にマネジメントする立場として、心から感謝しております。で、この全ての皆様のご縁との結びつき、ご縁に心から感謝しております。本当にありがとうございます。あそこにスノーピークさんが素晴らしいお店を出されていると、そこに隈研吾さんが設計された、なんていうんですかね、モバイルハウス、動くお家が、カタログあるいは模型などが展示されていた、この中でも新潟の水辺リングの取り組みにつきましては、全国でも有数の人がたくさん訪れる非常に良い事例となっておりまして、全国から多くの方々が視察に訪れるという状況になっております。はい、株式会社スノーピーク代表取締役専務渡辺奈々の大成功を記念いたしまして、よいしょよいしょよいしょ、ありがとうございました。今回は別番、いや今年で車出してないんですよ。あ、そうか、なんとかっていうか青いやつ、はい、よろしくお願いします。